ナイター。ナイター、ナイターナイターに対して、昼間に開催される試合は、デーゲームと呼ばれる。一般には18時、午後6時以後の開始の試合を指す。また本来であれば、デーゲームとして扱われる試合開始が15から16時、午後34時以後に行われる場合は、白帽試合、準ナイターあるいはトワイライトゲームとも呼ばれる。ナイターは、和製英語であり、 一般的には、英語で夜間試合を意味する、ナイトゲーム、ナイトゲームが使われることが多く、NHK 日本放送協会は、ナイターではなく、ナイトゲームを採用してい,いが、野球解説者である、伊藤和夫は異論を唱えている。英語では、ナイトゲームと呼ぶことは確かであるが、ナイターも、稀にではあるが、野球に限らず、夜間工業という意味で確かに存在する。 アメリカンフットボールなどでもナイターを使うことから和製英語ではないという説もある。これらのことについて日本生まれの和製英語が偶然英語で稀に使われていること一致したのかあるいは英語の記号が日本で定着したのか言語の伝来においてこのようなことは珍しくないはたまた和製英語が逆輸出された結果なのか定説はない。 ナイターは野外で行われる試合に限り使われ、バスケットボール、ボクシングなどの室内競技においてはほとんど使われない。ただし1950年代に球場自体がボクシング会場として利用され、実施された例は多数ある。近年に野球などにおいてドーム球場が完成したことで、ドーム球場での試合は室内での試合とはなっているが、野球などの夜間試合は伝統的に ナイターと呼ばれる。また、日本の放送局が行う、プロ野球中継のナイトゲームの放送を、ナイターと表記するのもよくある。また、通常室内で工業を打つ大相撲においても、二十字打ち入りを、ナイターと呼ぶこともある。本場所では1955年、昭和30年の9月場所で17時半中入り二十字、打ち入れで試験的に行ったこともあり。 サラリーマンからは好評だったものの、力士のコンディションの問題、新聞社からのクレームにより、一場所限りで終わった。ただし、本場所以外では、ごく稀に、ナイター巡業が行われることもある。1879年のウィーンで、白熱電球を用いた、フィギュアスケートのナイトゲームの競技会が実施された。スキー場においては、 夜間に照明下でゲレンデを営業することをナイターと呼ぶ。大抵のスキー場では一般の営業時間とナイター営業時間は分かれており、リフト券も一般営業時間のものをそのまま利用することはできず、ナイター券と呼ばれる専用の券を別に求めなくてはならない場合が多い。ナイターの照明をカクテル光線と称するものもあるが、これは自然光に近づけるため、 異なる色温度の光源を複数混在させて照射することをカクテル、シュに例えているものである。日本において初のプロ野球ナイター開催は1948年8月17日に横浜ゲイリック球場、現在の横浜スタジアムとほぼ同じ位置で行われた読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズの試合。当時ゲイリック球場は アメリカ軍接種下にあったため照明設備があり、20時8分から開催されたプロ野球ナイター記念日参照。ナイトゲーム初期、1950年代から1970年代、前半は主にシングル開催、1試合のみである場合19時開始が多かったが、1973年の第一次、石油オイルショック以後は、省エネルギー対策の一環として、 公開し時刻が繰り上げられ、チームにより18時から18時30分までの範囲で試合開始時間を設定するようになった。2018年時点では、ナイトゲーム開催は千葉ロッテマリーンズが平日のみ18時1分開始としているが、それ以外のすべての球団トロッテの下記の土曜、休日は原則的に18時開始としている。なお、近年でも稀に18時30分。 内視19時開始とするケースが見られる。2009年は、平日の試合の場合、ロッテの金曜日開催試合が18時30分開始、また横浜ベスターズの一部の火曜日開催の試合が TBS の編成の都合で、また2011年の横浜も金曜日の一部の試合で、同区18時30分開始となった。その他2010年から那覇で毎年開催されている公式戦、 主催は2013年が阪神タイガース。2016年がオリックスバファローズ。2017年は埼玉西部ライオンズ。それ以外は横浜 DNA では当地のライフスタイルに合わせて19時開始とした2013年まで。2014年以降は18時30分開始。2012年は7月25日の巨人対 DNA 戦。 東京ドームを19時開始とした。これは来場者から会社帰りでもプレイボールから試合が見たいなどの意見が寄せられたことから試験的に試合開始を1時間遅らせることにしたもの。ただし19時開始は前日した通り1970年代中盤までは本拠地開催でも盛んに行われ、それ以後も開幕戦で後楽園休場。 東京ドームを併用した日本ハムファイターズと巨人が前年に A クラスを勝ち取って同日開幕となった場合どちらか一方が19時開始となった例もある。全球団とも平日は原則的にナイター開催だがパリーグでは一部の球団が例外的に平日にもデーゲームを組むことがある。パリーグでは土曜、日曜、祝日の開催は原則デーゲームとしているがロッテと 逆転、西武、そして試合当日が、ホットモッドフィールド神戸である場合のオリックスは、夏場の一部で、暑さ対策として、また飛行機での移動が多い北海道、日本ハムファイターズや福岡ソフトバンクホークスを、中心に、カード初日のうち移動日を挟んでいない場合は、移動時間に余裕を持たせるためナイター、または17時開始の白馬ゲームとするケースもある。セリーグでも、 近年は全球団とも土曜、日曜、祝日の開催では夏場の一部を除いて極力デーゲームとしているが東京ヤクルトスワローズでは本拠地である明治神宮野球場が大学野球の試合を先しているため夏場でなくてもナイターであるケースが多い。ただしファンサービスの一環として2013年以後、と 昨日の開催を17時からの白母デーゲームとする試合がある。また DNA では2016年7月23日24日と8月6日7日の試合は17時30分開始としている。かつては東京ドーム完成後の1988年以降、巨人戦に絡む試合はテレビ、地上波でのプロ野球中継の調律が稼げることもあり、2000年まで 開催されていた演山球場、照明非設置でのカード及び消化試合の一部を除いて、ホームビジター問わずほぼ、ナイターとしていたが、2005年頃から工業的な面、子供たちが感染しやすい時間帯を利用して、開催への考慮や、プロ野球中継の視聴率低下により、ゴールデンタイムの通常を番組を潰してまで、ナイトゲーム中継することをてれつぼねは敬遠するようになったため、 巨人戦でも再び土曜、日曜や祝日開催では白帽を含むデイゲーム開催が増えた。このため、週末は夏場の一部を除いて、全6試合ともデイゲームで行われ、ナイトゲームを組まなくなる例が多くなっている。セリーグ、パリーグともに空調完備のドーム球場では、夏場でも週末はデイゲームで開催されることが多く、カードの組み合わせによっては、 ナイトゲームはセリーグの1試合のみということもある。ただ、2017年9月30日土曜日の開催ではシーズン終盤ということもあり、チームによっては前日から移動日を挟めず遠距離の移動もあったため、週末の開催ながら移動時間の確保のためドーム球場も含めて6試合全てが18時開始のナイターという近年では珍しいケースとなった。 セーパ交流戦では、1カードがホームビジター2試合ずつだった2007年から2014年までは土曜と、その翌日の日曜とでカードが入れ替えとなるケースがあったため移動の関係で一部土曜を DM とし、日曜にナイターあるいは白母試合として行われたこともある。日本シリーズは、かつては1964年にナイター開催した以外は1993年まで、 全試合デーゲームで行われていたが、1994年に試験的に平日開催の第3から5戦をナイトゲームとしたところ好評であった九た1995年から全試合で18時台開始、休場、または試合により開始時刻が異なるというナイトゲームに移行した。オープン戦、春季は気候の問題もあり、通常はデーゲームで行われるが、 空調完備のドーム球場では主に平日にナイターで開催する場合もある。J リーグではナイトマッチ、ナイトマッチと表現する。ノエビアスタジアム、神戸など開閉式、屋根付き競技場が屋根を閉じた状態であったり、札幌ドームのような本来屋内型である競技場でも屋外型技場同様、ナイトマッチと呼んでいる。ナイトマッチは大抵19時開始となるが、 日曜日祝日は夏場を除き、デーマッチで行われ、土曜日も一試合組まれる程度である。また、札幌厚別公園競技場など、照明設備が常設でない競技場でのナイトマッチは、平日のみとなっている。テニスや、モータースポーツなどでは、ナイトセッション、ナイトセッションと表現する。公営競技では、ナイター競争あるいはナイトレースと表現されるが、 東京シティ競馬は、トゥインクルレースという独自の故障を採用している。なお、1998年より、北九州メディアドームでの開催をはじめ、2000年10月18日より、競輪祭を除く、全日程を夜間開催とした小倉競輪場については、夜間用照明設備のある、他の屋外型公営競技場を同様、ナイター競争として扱われている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。